皆さんこんにちは、大人の保健室チャンネルの浅見と野村です。よろしくお願いします。さてさて、今日の動画は何でしょうか。はい、撮るというもうここまでがセットっていう、いらないです。はい、今日のテーマはですね、お悩み相談会となっております。初めてじゃないですかね、お悩み相談会。ちょっと髪の毛が、おい、はい、羨ましいでしょう。羨ましいだろう。まあ、実を言うと、はい、先日視聴者さんから、うん、お悩み相談を、はい、動画内で募ったんですね。してますっていうのを割に見といたら、結構多くの方から、うん、おー、ありがとうございます。お悩み相談が来ておりまして、ありがとうございます。今回はそれに浅見さんと加納さんに答えていただこうと思います。任せろ。いや、結構やっぱ性の相談ってね、言えなかったりするし、うんうんうん、変な話、女性とかの方がまだそういう話はしやすいのかなとかあると思うんですけど、うんうんうん、男性ならではの悩みもね。男性はね、結構センシティブな悩みをあまり相談しないじゃないですか。特にこうプライドがあったりとかさ、そういうのもあるでしょうから、うん、じゃあ私たちが聞いてあげようじゃないですか。しょうがないな。はい、しょうがない。じゃあそれでは行ってみましょうか。はい、ED 治療ならインステーキバイクリニック、最短10分でお薬処方できます。詳しくは概要欄を見てね。では行きます、はい、1つ目の質問です、はい、男性経験のほとんどない B 型彼女と付き合って半年、B 型、うんうん、なかなか先へ進みません、うん、どのように誘っていけばいいでしょうか。ね、かわいすぎるんですよ。質問がB 型いる？ B 型、ちょっとなんかこう自己主張が激しい彼女さんなのかな？男性経験ほとんどない。これ半年でどこまで行ったんですね？多分行為まで行ってないってことですよね。そうですよね。先すみませんっていう。多分手とかはつなげる、うん、チューとかもまあできる。うん、でもさ、ちょっとエッチな雰囲気になった時にどう促したらいいかってことだよね。うん、彼女のこと男性経験がほとんどないって言えるぐらい、断定できるぐらいだから、うん、まあ、自分の方がこの質問者さんの方が経験はあるんでしょうね。だから男は割と早めにこうしたいっていう気持ちが強いわけじゃないですか。そうですね、どちらかというと、うんうんうん、彼女がそういう雰囲気じゃないって感じるとこう手を出しにくいというか。なるほど。だからさっきの性的同意の話じゃないけど、そうか、その自分でわがままになっちゃってないかなみたいなことなのかな。なんかそれを仕向けたら嫌われちゃうんじゃないかっていう怖さもありますよね。でもそれこそね、確認作業をしながら、まあ、いちいちそんな細かくはではないけれども、なんか自然の流れでいいなと思ったのは、やっぱその体のほぐす作業からというか、うん、マッサージとかさ、はいはいはい、触れ合いするところから彼女のそのなんか抵抗をこうちょっと徐々になくしていく、触れ合う作業とか、なんかそうお風呂の中で洗いっこするとか、なんかそういうところから徐々にこう体触れ合っていくことを慣らしていって、で大丈夫とか嫌じゃないとか、うんうんうん、そういう確認しながら進んでいくっていうのはどうなんでしょうか。私は確かにすごいいいと、やっぱ男性経験がほとんどないっていう、そうそうそう、女性の方ってやっぱりそもそも前提として裸を男性の方に見せるのがちょっと抵抗ある、うん、恥ずかしいとか、うんうん、そういう状態になった時にどうしていいかわからないみたいな、うん、いう女性かもしれないじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱそういう時はそういうそのまずは体をなんか見せ合うというか、その、なんだろうな、そこのコミュニケーションから始まって、ゆっくり段階を踏んでいけばいいと思うんですよね。だからこの相談をされた方はやっぱり先に進みたいと思ってらっしゃると思うんですけど、なんか焦らずにかな、ね、焦らずに。でも早先にどっから進めた方がいいですか。あ、でもいつの濃さを濃密にするとか。あ、でもそれがいいかも。男性からもっとしたいとか、なんかそういう自分の意思表示をこうしたいよっていうことを伝えていくっていうのはいいんじゃないのかな。なんか一緒にお風呂今日は入ろうやみたいな感じで、あ、そうそうそう、なんか入ろう、背中流してみたいなさ、なんか流そうかでもいいし、なんかそういうところからそういいんじゃないのかな。まずはそういうところから彼女の心を解きほぐしてあげてね。こんな感じで、はい、焦らずに彼女のペースに合わせて、はい、あなたが、ね、優しくリードしてあげてください。はい、はい、次いきます、はい、彼女と性欲の違いがあり、うん、なかなか満足することができません、うん、これは僕が諦めた方がいいのでしょうか。あ、彼の性欲が強い、うん、もしくは彼女にもっと付き合ってもらうように頑張ればいいのでしょうか。さあ、性欲の違いね。でもこれはでかいですよね。
なんかさ、はい、ロバート秋山さんかなんかの曲でさ、はい、その本番の前に一回自分が抜くみたいな。うん、あれよくない？ありますよ。そうそう。そうそう、自分で抜けってやつ。その方式はどうでしょうか？それだ。彼女に付き合ってもらおうとするのは、うん、彼女としてはやっぱそれは苦だから。うん、だと思う。その自分のキャパを超えた性欲はやっぱりしんどいってなるんで、うん、それはしない方がよくて、うん、一発抜く、やる前に。そう。それがいいと思う。それは、なかなか満足することができませんってことは、彼女が意欲的じゃないってことじゃないですか。あー、それもあるのか。だから、男が妄想しているそのエッチのイメージが、女の子もめっちゃエッチになるかって思うじゃないですか。そこの違いもあるかもね。そう、女の子が恥ずかしがって、多分男側が満足してないんですよ、うん、多分この場合。女子側が恥ずかしがってる。出るっていう感じじゃないですか。性欲の違いがいいって、なかなか、そうだね、自分が満足することができませんってことですもんね。そうですね。やめた方がいいのかだから。あ、それにはまず、ちょっと私は深いかもしれないけど、はいはい、を満足させるためには、うん、それ以外のことを彼女を満足させることがまず第一印象、第一だと思っていて、うん、それです。そうですよね、うん、彼女の願望をいっぱいわがままとか聞いてあげよう、うん、まあでも単純にそのやっぱり人に何かをしてもらったらまた親父が返してあげようっていうその心理学のあれがあるから、うん、それを生かして彼女のわがままをあなたは聞いてますか、じゃあ本当に、ね、これはさ、わがままあれじゃないですか。もうサインがイライラしてる。あら、あら、もうやばい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 。なんでその王女自分のエゴで何をその付き合ってもらおうとか、彼女のわがままを聞いたのかと。そうね。そう。ちょっとした優しさ、飴をいっぱい与えよう。もう帰り道にこれ買ってきたよ。でもいいと思うんだけど。やりすぎなぐらい彼女に優しくした方がいいと思います。思いやり、思いやり。そう。それをやった上で、うん、きっとあなたの性欲が満たされるはず。うん、はず。基本のコミュニケーションをまず大事にして、うん、彼女の欲求にももちろん答えたい、はい、逆に彼女がしてほしいことを聞いてみましょう、うんうん、はい、頑張ってね、頑張ってね、はい、じゃあ次いきます、はい、うん、丸一、ハグは好きだけど、うん、キスが感触なども含め苦手、憧れはするのだけど、おキスが苦手、うん、丸二、うん、はい、丸二、いや、うん、手で相手に気持ちよくなってもらいたいと思うが、うん、ゴールが分からず、うん、中途半端な感じになり、うん、気持ちよかったよと言われても、うん、気を使わせてしまい、うん、申し訳ないなという気持ちになってしまう、あなたは気使いです ね相手に気持ちよくなってもらいたいっていう気持ちがあるだけでも、うん、すごい素晴らしいことだと思うんだよね、うんうんうん、そのゴールが分からないって、だからその女性のだから言った言ってないが目で見て分からないってことですよね。男性はその射精っていう目に見えて分かるものがあるから分かるけど、女子が目に見えて、あ、もういい、この人行きました今っていうのが分からないから、どこがゴールなんだって思いながら、でも相手は気持ち分かったよって言ってくれて、本当かってなってるってことなんだと思うんですよ多分。でも相手の言葉を信じていいと思います。そう、全然素直に気持ちよかったっていうのを受け止めていいと思うし、でもこれ私思うんですけど、男性舐める側がだよ、料理にも言えることで、はい、これで大丈夫かなみたいな、こんな感じかな、塩加減どうしようかなってなってると、それが料理に現れるわけ、うん、だから舐めてる時も、うん、これでいいのかなってなってたら、やっぱこっちもなんか、え、これでいいのかなってなるわけですよ。だから絶対それが通じちゃうから、うん、もっと自信持っていいと思う、うんうん、その言葉も大事なんですけど、反応をまず見よう、うん、いろんな舐め方をしてほしい。ハグが好きだけどキスが感覚感触なども苦手っていうのがあるじゃないですか。だからもしかしたらあまりキスとかそういう快楽を求める行為とかを、うん、あまり得意ではないのかもしれない、もしかしたら。確かに。そうだよ、もっとね、うん、バカになっていいんだよ。なんかそう、そう、もっとネジ外そう。するときなんか人間バカになるんだから。そうそうそう。バカになるんだから。うん。部分で見るんじゃなくて、こう全体で見た方がいい。そう。一つにしちゃうみたいな。そう。なんかすごい真面目なんだと思って、真面目ですごい気を使う方だから、いっぱい考えた結果、そうなのかな、こうなのかなと思っちゃうんですけど、きっとさ、キスができた方がさ、そのよりその後の行為もさ深まるわけじゃん、うん、まずはそこをなんか克服してあげたいなとは思うんだけど、まあでも苦手なら苦手で先に言っちゃった方がいいと思うんですよ。あ、キス苦手なんだよね、うん、だってキスしてくれなかったら女子嫌じゃないですか。この人全部してくれなくてキスはしてくれないんじゃない。やだだから、あらかじめすみません、僕はキスが苦手でなぜか分かったんですけど、ごめんなさい、言っちゃえば、なるほどね、
ていう。キス苦手か。女の子からしたらなんかショックかもしれない。寂しい。でもあらかじめ言ってもらったらそうなんだって私は思いますけど、ね、気持ちがすごいあるんだけど気遣いでそれを隠しちゃってる可能性があるからやっぱ気持ちをいっぱい出していった方がいいって思う。そうかもね。その分その言葉で伝え好きとかさ可愛いとかだからハグが好きなんだったらいっぱいハグするでいいと思うんですよ。なんかすごい優しいんだろうな。優しい、すごい優しい。なんか優しさが伝わってくる、本当に。2に関しては、相手の言葉を一旦は信じていいと思います。申し訳ないなとか思わずに。で、1に関して、まあ、苦手なものは苦手で、とりあえずいいと思うんですよ。で、何回かやっていけばそのうち克服する可能性だってあるから、1も諦めずに。とりあえず、行為をする前に、あの白状しておくのがいいと思います。キスが自分は、ね、苦手ですって、うん、でも、うん、頑張りますって言っておけば、女子も頑張ってねって、うんうん、そう、でも好きだよとか、そう不安にならないでねみたいな、そうそう、できるから自分の弱点とかを正直に言っちゃっていいと思う、うん、そしたら相手の方が逆にやっぱ火つくかもよ、克服させたいとかさ、うんうんうん、ちょっとバカになっていいと思います、はい、頑張ってください、頑張ってね、大丈夫、優しさがあれば、うん、はい、はい、じゃあ次行きます、はいはい、よくわからないので教えていただきたい、はい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 、うん、前期や行為中、うん、めちゃくちゃお相手が動く、うんうん、おー、ほほ、動く、仰向けからうつ伏せや体の位置が180度変わったり気持ちよくなってくれているってことなんですかね、それともただ単にくすぐったくて逃げてるだけ、あ、まあ、一応気持ちよかったとは言ってくれるんですけどあんまり自信がなくて、ワンちゃんくすぐったいっていうか痛いの領域まで行ってるんじゃないのかなこれ、痛さか恥ずかしさか、え、でも恥ずかしさでこうなります、のた打ちもあってないですか、痛いもあるのかもね、それかめっちゃ当たりすぎちゃってるとかないですか、あ、それもあるかも、あ、それもあるかも、あるかも、これ以上当たったらやばいみたいな、あ、行きそうみたいな、確かにラインで女子側がちょっと例えば奥の方に当たりすぎちゃってるとかもあるかもしれないね、一回やめてみてよかった場合向こうから来てくれるし、そう、あの、それが自分の原因で女性がひっくり返ってるんだとしたら女性はいっぱい一回ふーって安心すると思うんですよ、うん、そうそう、なんかその時様子を見て一回女性が安心してたら何が原因でしたかって聞いてみるといいと思う、痛い、くすぐったいとか、うんうん、あと単純に多分聞いてもいいと思う、うん、聞いて、確かに、そういえばさなんか毎回ひっくり返ってるよねって聞いてとか、そのなんかぐるってなっちゃったらえ、どうかしたみたいな、あ、確かに、だけどその時に聞いてみるもいいと思う、痛かったみたいなのもいいと思うし、うん、確かにな、その多分やぐるってなった時の同じ動作をやめるとか、うんうん、違う動作にしてみるとか、うんうんうん、絶対何かしら彼女を思ってるわけだから、確かにちょっとそのタイミングで、うん、ちょっと勇気出して聞いてみるのもいいかもしれない、うんうん、確かに聞いてみるのが一番平和で安全で安心な結果が導き出せる気がします、ね、うんうん、あんまり自信がなくてって言ってるからもしかしたら良くない場合のことも頭をよぎってるんですよ多分この人は、うん、大丈夫って聞いてみるのがいいと思う、そうなった時に、うん、言ってみてください、やめてください、はい、じゃあ次、はい、経験が不足していて彼女のことを満足させられているか心配です、う、初めての経験や経験が浅いことから、うん、テクニックや体の反応が分からず戸惑うことがあります、うんうん、経験をたくさんするしかないですか、かわいい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 、これさ、彼女はどうなんですか、彼女も同じから経験が不足してるんですか、ね、あ、確かに、もう何回もやっちゃえばいいじゃんと思うんですよね、二人で作ってこ、そう、二人で開拓していこう、そう、え、ね、これもさっきのちょっとかぶっちゃうかもしれないけど素直に僕は分かりませんって言えば、そう、お互いにじゃあ今回はこういうプレイをしてみようとか言えると思うし、だから多分これ彼女のことを満足させて、もう優しくないですか、彼女のことを満足させてあげるか、なんか誰、僕が満足できないとか言ってたやつ誰なの確かにいましたねめっちゃおこんときに、あとね、そう、うん、すごい優しいし可愛い、この子運転免許と一緒、座学だけじゃなくて実技も必要だから、もちろんもちろん、座学はこのチャンネルでしていただいて、はい、こういうこともあるね、こういう場合もあるなっていっぱい学んで、うん、た上で実践を彼女といっぱい積んで、うん、分からないやったら分からないでいいから、うん、それでだんだん経験を彼女とたくさんしていけばいいと思います、はい、一番楽しい時期だと思います、うん、とっても楽しいと思いますいいな頑張ってね、はい、コミュニケーション取ってくださいね、まっすぐ生きてね、頑張ってね、大丈夫だよ、かわいい、さあ次は最後の悩みです、はい、なるほど、はい、性について興味があるのですが、うん、なかなか口にするのが恥ずかしくて相手に言えないことがあります、うん、そういった経験とかはないですか、あ、どうやって
あれですか、未経験の方ってことなのかな、とかなんか下ネタが単純になんかこう言うのが恥ずかしい、イタリアの人とか、舐めてるっていうのも多分。なるほど、恥ずかしいか、なるほど。そこに対してのなんかハードルを下げればいいんじゃないのかな。なんかいきなりエッチなことをすごい言おうとするんじゃなくって、うん、もうなんかもうあそことかさ、でもいいし、なんか自分じゃなくってよく私もこれは使うというか、うんうんうん、私もそうだし周りもそういう人とか見るんだけど、はいはいはい、友達がこうだったよとか、友達がこう言ってたんだよとか、友達がこういうことをしててっていうのは使えるんじゃないのかなとは思う。なるほど、ね、自分がこうしたいじゃなくとか、あったとしても一回友達っていうことにする。あ、うん、キスしようとか言うのも恥ずかしいんですか。そうそうそう、そういうことじゃないですか。あ、うわどうすればいいんだろうな。確かに、なんか優しいかも。友達をしてあげたいな、ね、なんかキスしようとか、確かに耐えかけるじゃないですけど、見つめ合って、シチュエーションにもよるけど、そういうじゃあなんかイチャイチャ系、イチャイチャするシーンとかがあって、なんか俺もこういうのしたいなとかさ、そういうところから、え、それキモい、いやどうなんだろう、これいいなとか、これはなんか我々っていうか男性スタッフのって覚えてないか、どうしたの、キスしようとか、一番最初の最初だってそうですよ、キスしようでしたよ、多分練習した、キスしようとは言う、あ、けど何も言ってないですね。確か神社、中学2年神社、夏で神社あの時が多分初めて、あ、神社で、神社で、いやー、神に刺されながら、あ、青春青春かな、青春神社で、塾帰りかな、はいはいはい、ちょっとね、なんか汗ばむ時ぐらいね、なんかね、チューしてるじゃないですか、チューってなってから勝手に触ってました、あ、やっぱ言葉じゃないんだね、きっと、まあ、中学生ですからね、この質問されてる方がね、どれぐらいの年齢の方かわかんないけど、でもやっぱ恥ずかしいけど乗り越えるしかないですよね。もう頑張って言ってみて、結果不格好になっても、なんかそれはそれでだと思うし、言うの恥ずかしいんで、もう言わなくていいんじゃないですか。で、確かに言わなくてもいいっていうのはあると思う、多分女の子ももう身構えるじゃないですか、そういう空気だったら、だから無理に言葉にする必要ないんじゃないですか。多分今でも言ったら恥ずかしいですよ、ある程度は、多分女の子も多分恥ずかしいと思いますし、あそこ舐めてとかって自分で言うの絶対言わないじゃないですか。でもなんかその恥ずかしさの積み重ねじゃないですか。そうね、そうね、そうだね、それが経験値となっていくから、だってそれに関して恥ずかしげがなくなったらもうダメよ確かにそれを言えてる、それは恥ずかしくて当たり前だから、だからそれは恥ずかしいって思ってることを恥ずかしいと思わなくていいと思います。そう、みんな誰しも恥ずかしいから大丈夫、そう、本当にあの、恥ずかしいすんごい、だって多分何人も経験してる方でもやっぱ恥ずかしいという思うと思うよ。私だって、まあ、先日インタビューしましたけど、その何年間撮ってはいたけど、だって今ね、その、なんか自分からもっとここなんとかしてほしいとか言うのが恥ずかしかったし、撮影中であっても、恥ずかしかったから、恥ずかしくていいと思います。恥ずかしいものとして、なんかその逆に恥ずかしくて言って出した言葉が相手に、え、なんか可愛いとか、になると思うし、変に自信とかつけて、なんか、しよう。とかっていうよりかは、それもやだ。なんか恥ずかしさしてないでほしい。し、あとは、ちょっと恥ずかしいこと言っていいとか、言えば、もう、オッケー。そうそうそう。ちょっと恥ずかしいこと言ってみる。どう？どう？どうすか、アナ雪だ、アナ雪だろ、ありのままの作戦、はい、あ、それがいい、ありがとう、アナ雪、アナ、ありがとう、アナ雪、ありがとう、そんな感じよろしいでしょうか、それだいいと思います、はい、以上になります。なるほど、いや、面白い、これ面白い、面白いいや、ね、初めてのね、ちょっと お悩み相談コーナーだったんですけれども、本当にたくさんの悩みをありがとうございます、はい、やってくるのにね、勇気がいったと思うんですけど、はい、私たちもすごく経験、いい経験をさせていただきました。ごめんなさい、約1名、ズビズビに。でも、知った激励だと思って、はい、気合入れてください、その方。気合入れてください。はいはい、というわけでこの動画が良かったためになったよという方はぜひ高評価ボタン、そっちチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ、またねー、頑張れ、ありのままで。